してから、5人で演奏したいと思います、それでは聴いてください。Run up!
アクシデント…本当は3万出るはずだったのが私たちだけになっちゃったんで、ちょっと1つ増やしてゼッペンやってみました。なんかいつものスタジオみたいな感じになっちゃった。確かに、はい、か急にテンション低い曲やることになっちゃうけど大丈夫かな。じゃあ、やってきますね。お願いします。いいですか。はい。If I lay here
Thank you.
with her lips she said ね、バンドでここのフライトに出るのがで私個人的には3回目なんですよで初回はあの別のイベントで出たんですけどね、あの私はとても緊張して泥酔しちゃったんですね、そのあのね最近泥酔した最近酔っ払ったことあるあー泥酔これぐらいにして次の曲やる
Thank you.
え、俺ちょっと歌詞調べてしちゃったの前にも。あれ俺でもね、ブックマーク取ったよ。あれ、ちょっとまだ時間があるな。まだちょっと時間がある。これで終わりだったはずなんだけどな。ちょっとまだ、まだちょっと湧く時間ありますね。じゃあ、あと、One more two songs ぐらいやります。Two more songs ですかね。やりますか。ビリエバー。ちょっと待って、後ろに。後ろに。私、これあげる。いやいや、いいよ。ビリビリ一緒に。じゃあちょっとあと2曲やりますかね。じゃあさっきはあの先ほどコピーしたばっかのやつやろうかな。じゃあじゃあお願いします。
Never kissing your tears, girl. I never made you so mad.
え、どうですかね、スタジオの、あ、そうですか、ライブハウスさん大丈夫ですか、もっと聞きないよ、あ、大丈夫ですか、大丈夫、あ、OK、 やったもっと聞きない、できるこれ、C マイナーらしい、なんでこの経緯になったかというと、私が初めてこの